スナークガリは、宮部みゆきのサスペンス小説である。タイトルは、ルイス・キャロルの三文詩、スナークガリからの引用である。1992年に朝日放送制作、テレビ朝日系で、2012年に TBS 系で、テレビドラマ化された。また、大石博と作画で漫画化されている。元恋人から、結婚式の招待状を受け取った慶子は、屈辱に怒りを覚える。 復讐のためにある準備を整えて結婚式に向かう稽古。一方、釣り具店勤務の折り口は稽古が趣味で銃を持っていることを知り、ある計画を実行に移す決断をする。完全な計画のはずが思いがけない出来事で思いがけない事態に。修士は復讐を止めるために稽古を追いかける。運命の重厚東京金沢500キロ愛と憎しみの旅路のタイトルで 朝日放送の制作により、テレビ朝日系土曜ワイド劇場にて1992年11月21日に放送された。キャストスタッフ2012年5月14日に TBS 系の月曜ゴールデン枠で TBS スペシャルドラマ企画、宮部美雪4週連続極上ミステリー第2夜として放送される。主演は伊藤敦史。 キャストスタッフ運命の重厚に関するカテゴリー。ありがとうございます。